それではいきます。どうも、パンケーキと申します。今回もやっていくんですけど、今回やっていくのはエクスプロッシャーという武器で戦っていこうかなと思います。エクスプロッシャーという武器と戦っていこうかなと思います。まあ結構なんかダイナモと役割が似てるみたいな感じで言われがちな武器なんだけど、まあ、甲子園とかの採用率では完全にエクスプロッシャーの方が多いですね。というわけで、まあ、4対4だとどうなるのかっていうのを見ていこうと思います。いくぞ、まあ、正直、近づけなかったらかなりきつい。相手塗りも強いし。近づけなかったらきつい。どう近づくかだな。こっちは動きも遅いからすぐ捕らえられちゃう。うわあ、やめてー、いけ。あれ、なんでやったけど、これ、助けてよー、助けてーやばい、エクス強い近づけないんだよな、これ多分。えぐい、爆風がエクスの雨が降っている。これは、割れないはず。ナイス、オッケー、やって、ナイス。今の槍は結構熱い。さあ、エクス、どう行こうかな、これ。この、スペシャルをうまく使っていかないと、エリア塗り勝てない。あれ、やらない。あぶねー、ダイナモはスフィア割るのめちゃくちゃ早いからね。オッケー、いやー、これはきついな。でもさ、エクスプロッシャーバブルもスフィアも強くね、濡れるし。で、スプリンクラー通してからさ、スプリンクラー通したら結構すぐ割れるじゃん、バブルも。強いわ。エクスって結構めんどくさい。やばいぞ。やばいなこれ。ただ相手も振った直後ってすぐ動けないから。マジ？今のマジ？くっそー！ナイスナイスナイス！お前、ここのリードは仕方ない。一回一回、しっかり取っていこう。相手塗り強いよ！うおー！やばい、雨が降ってる爆風の雨が降ってる。ナイスナイスナイス。いや、エリアはきついな、これほんと。エリア塗りたい。ナイスナイスナイス。オッケー。くっそ、あいつやれないのかー。頑張れ、ナイスナイスナイス。いいねいいねいいね。遠距離からパンパンしやがって許せん。やばい、あー、やばい、エリアはもうマジできついと思うぞ、これは、本当に。塗り勝てんしな。ナイスだけど。あ
ナイスナイス。濡れる？濡れないよな。くそ。いや、まあ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 。しかも、縁側だったしね。うん。縁側のエリアは誰でもきつい。ということにしといて。ということにしといて。まあ、本番はこっからですよ。ヤギラ歩行はね、勝てるんじゃないかなと思う。ほい！アジフライスタジアム、ガチヤギラやっていきましょう！まあ、ガチヤギラは多分ね、X って、直撃と爆風を当てたら90ダメージ入るんだけど、ヤグラに乗ってる相手に対して、その90ダメージを通すのは結構難しいので、柱が邪魔してね。なので結構、やりやすいんじゃないかなとは思うんだけど、強すぎるな、それは。もうなんか、二人以上に見られたら終わりだもんな。ナイスナイスナイス！いいハイプレ！これは飛ぶ。さあ、ここの関門突破できるかどうかがかかって強いな。強い。普通に強い。いや、でも、ヤグラ勝っておきたいぞ。相手、触れるもんな。振る回数がダイナモと全然違うもん。おっ、君はやっていく。くっそ。触れる回数が相手とダイナモで全然違うから、単純に手数で負ける。手数を立ち回りでカバーしていこうね。いやー、きついなー、それ見られるのは。これ飛んだら負けるかな？負けそうだな。外しちゃった。え？なんで今、ダメージ一歩も通ってねえ。くっそ！さあ、お互いに矢倉進まず。くっそー！待って！相手一気に倒さないとむずいな。でも、相手多分ゾンビ X だから。いやー、一振りで倒せないともう無理だ。この普通の試合だったらさ、普通の試合だったらいくらでも X 倒すやりようあるんだけど、4対4だとマジで近づけぬ。誰だよ、こんな4対4とかやろうって言ったの。X との4対4は無謀だぞ。壁の裏にいても通せるしな、相手。このハイプレにかけるしかないな。そう、やばい。ポン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 って聞こえるもん。ナイス、関門突破でかい。よし、リード、いいね。このリードを守りたい。このリードを守りたい。1リードを守りたい。ダメだ、でも関門を突破された後だから、このリードもすぐ突破されそうだな。関門突破ってなんや、リードまで早すぎるだろう。こっちに移動した直後にリードしてきやがって。ナイスナイスナイス、いける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 。
ースリロやば、助けてーいいね、でもしっかり進んでいる。くそ、全然濡れないや。オッケー、でもまだやる。相手塗り強いから、相手が塗り強いのを逆手にとってスペシャルためよう。利用させてもらおう、相手の塗りの強さを。ナイス、よしよし、あー怖え、全然キル取りに行けないし。ナイス、いい勝負すぎる。ナイス。いやー気持ちいいなこれ。ほい、天美術大学ガチホコバトルやっていきましょう。なんかここっていうか、ここだけじゃないけど、縁側、アジフライ、天美って結構強くない？ X なんか強いイメージあるんだけど。アマビのエクス結構強くないか、本当に。ホコショットってほぼ、あれみたいなもんだもんな。エクスの爆風みたいなもんだもんな。でっかいエクスみたいな。あ、ちょ、やめて！あぶねえ！もうナイス、素晴らしい。さあ、ナイス球打つんだ。飛びまーす。いいね、いいところに進んでる。やめてやめて。おお、あ、強い、いやー強い強い、これはパンケーキ、なかなかの強さ発揮していく。いや、ありがとうございます、本当に。これは強い。というわけで、今回は X 対ダイナモ4枚4枚。なんと、ダイナモが勝ってしまう下克上。結構ね、X の方が強いかなと思ったんですけど、なんとか勝つことができましたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバイ。